おはようございます。成田です。えっ、ー、と、下半期のオークションの総括をしていきたいと思います。えっ、ー、と、下半期、12月は僕もニューヨークに行くことができて、現地の,あのオークションの様子を生で感じてきたり、向こうのチームとお話をしてきたりで、いろいろこう、得るものも大きかったんですけども、そういったあたりを踏まえて、9月以降のオークションを振り返ってみようかと思います。はい。 えとまあ、印象に残ったロットをね中心にお話ししようかと思いますはいえー、とまあサザビーズの倉俣さんやっぱり倉俣さんミス・ブランチが出ると興奮しますよね僕はね <laughs> やっぱ日本を代表するアーティストということでアーティストというかまあデザイナーですよね そういったものがね、世界中に知られていくとすごく嬉しいなと思います。まあ、中島についてはちょっと別で動画を作ってますので、少しお待ちください。はい、そしてサザビーズ印象的だったのはやっぱりクリスティーズもそうなんですけど、アイリン・グレーですかね。こちらは当時のね、オリジナルのギャラリーから出た、たかが木製のコンソールですよ。それが <laughs> 2億近くいっちゃうってやっぱすごいですよねアイリン・グレーってねゴルビジェが嫉妬したっていうのもわかるような気がしますはいそしてまあ僕らの大好きなプルーベ・ペリアンですけども今回ねあの全体的にプルーベ・ペリアンに関しては値段がちょっと高止まり感がありましたね やっぱエスティメートの上を超えてこないものも多かったり、まあ、あのチュニジアとメキシカンに関しては別ですけどツとかテーブルに関ししては若干高止ままり感が見られましたそんな中クリスティーズのソットサスはこれはねワールドレコードいきましたね素晴らしいですよねソットサスがこれだけ評価されるっていうのもまたまた面白いことであります。 はいまあ、先ほど言ったようにねペリアン・プルーベのこういったまあメインになるような机がねあの売れ残っちゃったっていうのがねちょっとこう痛いんじゃないかなとは思うんですけどもまあ、ちょうどデザインマイアミのシーズンだったってこともあるんでしょうけどでも最近。 言ってないからわかんないですけど見た限りデザインマイアミがちょっとチャラくなってる気がして違うななんて僕考えてるのは僕だけじゃないと思うんですけどもそしてまあチュニジアこちらもクリスティーズサザビーズなんですあ違いますごめんなさいクリスティーズなんですけどもこちらはね大きくエスティメートを超えてきてやっぱチュニジアメキシカンその辺の クルーベペリアンのメインになるような色使いがされてるアイテムはまだまだ人気があるんじゃないでしょうかはいそしてクリスティーズ印象的だったのはやっぱジオ・ポンティのロットですかね僕も実物を見て惚れちゃいましたね まあやっぱなんかこう価値で考えると安定的にペリアンプルーベ買うのもそれはまあいいと思うんですけども自分の目で選んでいいものを揃えようかなと思った時にジオポンティーとか僕はね絶対ありだと思うんですよね。価値っていうのは人が後からつけていくものことであるのでこういったものもね突然トップコレクターが買い出しちゃったらこれからこう買えないものになってしまう。ままだまだね 500万以内買えるもなななんじゃないかなって思ってますあと印象的だったのは黒田さん泰造さんのものがねすごく評価されててどのオークションに行ってもタイゾーブリーズなんですよね<笑><笑>まあ日本にもあるけどねそこそこ高くてもうちょっとこれエスティメート的に。 上がるもしくはリザルトがきちっとついてくれば僕も本腰を入れてあの買い集めようかと思うんですけどちょっとまだねあの買い値に対して弱い気がしますね。でまあやっぱね古典は強いですよピエール・シャーローこの辺はねフランスのオークションだったんですけどもどれもねぶっ飛んできましたよね。だから、まあ、こういういのを見てると 年数数が古くくななななればるるほど現存数も少なくなるそうすると値段も上がるっていうこともあるのでブルーベとかもこれからこうもうそろそろ下がるんじゃないかっていう意見非常に多いんですけどもその分物がなくなってて新しいプレイヤーが入ってくると僕はね下がらない気がしますんです,ですよねまあ個人的な意見ですけども、まあ、ロワイエルとかに関してもやっぱりね この辺のものって強いんですよねそこ考えるとねこれからブルーベペリアンのメインになるようなものはまだまだぐっと行くんじゃないでしょうかそんな気がしてならないですはいやっぱね今年象徴するテュネリこちらはねやっぱいいですね北欧唯一頑張った デザイナーなんじゃないでしょうかまあまあ死んじゃってるんですから本人が頑張ったわけじゃないんですけどもやっぱ実物を見るとねこの辺のシリーズとかスノーのシリーズはいいですよねこれからさらにあの価値がつきそうな気はしますインゴマーラこちらは個人的に僕がね今回の12月のセールで 欲しいなと思ったものですよ、ね、まあそんな値段もまあまあ現実的なものだしただ輸送がちょっと怖い気もするんですけども綺麗でしたね。 はい、そしてね、今年はミラーが非常にいいものというか、いい値段がつきましたね、こちらのマックス・イングランド、なんとね、<laughs> 4000万近いんですよ、これ、次のクリスティーズに出たとき、<laughs> エスティメート内で収まってたからね、まあ、オークションなんでね、何があるかわからないって、そういうことですよね。まあ、イタリアで頑張ったのは、スタジオ BBPR、この辺フィリップス、今年強かったですね。 いいいいろんなものがねいい値段ついてましたイタリアではまだまだそこまで評価されて,評価されてないっていうかねそんなに高いものではないんですけどねそしてそしてまあやっぱね今年を象徴するフィリップスといえばハンス・コパールーシー・リーじゃないでしょうかもう軽く億を超えてきてルーシー・リーももう6,000万台になっちゃうんですよねしかもこれはもう本当にいいコレクターが持ってたものが出てきたという。 コレクターというか、まあ大元から出てきてるものが多いですからね。そして、やはりフィリップスで話を聞くと、この辺はあのアートをコレクションしてる人が何人か強くコレクションをしてるらしくて、それじゃあこの値段は安いですよね。はい、そして僕らのライト。今年もライトは面白かったです。そしてまあ象徴的なプルーベの。 ロットなんですけどもこちらもエスティメート内で収まりましたねこちらはもともとクリスティーズで12万ドル以上ついてたんですけども、まあ、これ見た時に少し止まるんじゃないかなプルーベの勢いをなんて思ってたらやっぱ年末にかけてそこまで大きく跳ねなかったっていうのが僕の印象です統計を取ってないからわかんないですよそしてイサム・ノグチの明かりシリーズこちらは大きく今年伸びたアイテムなんじゃないでしょうか まだまだね野口ミュージアム行くとねこの竹のバージョンとか買えるのあるんですよねただやっぱビンテージはね強いですねそして今回ねえっ、ー、とライトはねカルロ・モリードのいいロットがたくさん出てましたよねそしてまあ一番メインとなるこのテーブルインポータントコーヒーテーブルモデル1114こちらはやはりねエスティメートを超えてきましたね 実物はね、日本にね、何個かあるんですけどね、来年ちょっと見に行ってみようかななんて思ってます。そして、そして、我らがチャールズ・レイ・イームズ。こちらは、えー、と12月じゃなくて,って、いつだっけな、10月のセールの LA モダンだったんですけども、ラマ、こちらはね、どれもいい値段がね、リザルトをついてて、嬉しかったですよね。でまああと 今、オークション会社でトップを張ってるようなスペシャリストっていうのは、もともとイームズ・ネルソンから始まったような人たちで、どうだ、イームズ・ネルソンはって聞くと、もうオークションにはかけれないけど、個人的にはやっぱり憧れで好きだよ、あとはまあ向こうのトップディーラーも、これだけは売らないよっていうのがイームズの ESU だったりしてね、日本人が日本のものを大切にするような、そんな感覚を感じられましたね。 えーとまあ、以上になるんですけどなんとね今ざっと紹介したんですけどねこの中に北欧のものがトゥネリだけなんですよねウェグナーフィンユールとかはねやっぱ世界的に見てもそこまで実はねあの評価は高くはないんですよねフレンチとかに比べると金額的なことですよこれはあくまでも。だからね あのこれからちょっとずつ北欧のものに関しては僕の予想ですけども買いやすくなってくるような気はしますただねあの悪質なロットも北欧のもの最近増えてきてるのとあとは国内での少し値段が、ね、高騰しすぎてるかなっていうのは僕の個人的な意見ですそれでは今日はこの辺で12月10月まあ11 上半期じゃごめんなさいすみません最後の最後で失速えっ、ー、と下半期のオークションの総括をしてみましたそれではどうも失礼します。